はいどうも、最末期の首都高の伝説を追い求める実況の第12回です。前回はコンペキのスナイパーを無事退けまして、今回は2章デイブレイクの前編です。車はクラッチなど細かいパーツを交換、今夜よりフルエアロも組んでみました。そんなわけで新環状の、どうしましょう、有明でいいかな。よし、では有明から左回りで、また片っ端から始末していきますよ。そういえば明け方の新環状って初めてでしたっけ？結構明るいのが伝わりますかね？本日一チーム目は男子、語源はそのまま九州男児のことでしょう。中の人とは麻薬の土地なので、九州の人って知り合いにいないんですよね。このメンバーたちを見ると、すっごい暑苦しいイメージができてしまったのですが実際どうなんでしょう。まあ、横浜は人口の 98% が走り屋というらしいですし、私が単に世間知らずなだけか。そんなわけないだろって。いや、私はアリスさんに聞いただけなんですけどね。はい、他も倒してリーダー戦行ってみましょうか。リーダーの荒ぶる薩摩隼人戦です。ちなみに全8人のメンバーに対し現在のリーダーで7人目、つまりお分かりですね。そんなわけでノスは一旦温存、枝川で失速するのを後ろで待ちましょう。ふん、随分と甘いライン取りですね。そんな走りで私を抑えられると、こっちはほんの少しのロスもないように抜けて脱出速度を稼ぎます。辰巳までにどれだけ削れるか。最高速域の勝負で大事なのは直前のコーナーの脱出。レースの世界じゃ当然っちゃ当然ですけど、不規則なレースの続く、ここではついつい忘れが気になるんですよね。アザーカーもいるわけですし、直線を終え後ろは辰巳ジャンクション、タイヤも変えたのにまだキャパ不足っぽい。立ち上がって後ろを確認、まあついてきてもいませんね。ここで乱入してきました。ちょうど湾岸の始まりなので一気にノスを吹いてくる加速。彼らのインジケーターが一気に小さくなっていきます。これが車の差でしょう。ここから有明までひたすらまっすぐ。ちなみに前回からギア比もさらに手を入れていたりします。6速8500回転で325キロ、まあ5キロだけ後ろに引っ張りました。距離があれば330くらいは狙えそうですが、どうせこの速度域なんて一瞬ですしね。それにそもそもここまでついてこれる敵がいません。ほら、後ろなんてもう映りもしませんよ。手に汗握るブロック戦は昔の話。まあ向こうの方が楽しかったということはありませんけどね。はい、これで1チーム目は討伐完了。ちょっと尺が足りない感が出てきました。まずいかも。どう見積もっても6分ちょっとしか稼げない。あ、次のチームとの対戦が始まりましたね。本日2チーム目はレッドボリューション、外国人のみで構成された悪質なドライブで評判のチーム。その昔も似たようなチームがありましたよね。ハイウェイアウトローを覚えていますか？当時は対となる米軍兵によって構成されたチームアルファはもう存在しませんから、咎める相手がいないんでしょう。ちなみに某有名オランダ人ドライバーとそっくりな名前のプライドキラーことコムホロネルもここに在籍。前に所属していたハイウェイアウトローは落ち目なので裏切った模様。容赦ありませんね。散々な人柄と描かれていますが、元ネタの人は WTCR でシビックに乗っていたり、昔から何かと日本に縁のある方、19年の動向は知りませんが、ぜひ応援してくださいね。さて、それではリーダー戦行ってみましょうか。
ではリーダーのマッドストレンジャー戦、スタートです。向こうも同じ GTR、一発目の加速では先行を許します。パワーで負けてるのかな？というかパワーだけ上げて軽量化に手が回っていないのが加速で競り負ける要因かも。エンニモスで加速を補ってやれば勝負できそうですからね。次に手を入れるのはボディ周りかな。ここからレインボーブリッジ、動画では初登場だったかな。こういうポイントで一瞬広くなった後一気に狭くなる道幅、地味にいやらしいポイントです。ここでもコーナーの脱出速度を殺さないまま一気に並んでパス。レインボーブリッジの上は映えますね。ここらでサムネ用に一旦振り向きます。毎回違う絵を探すのって結構大変なんですよ。レインボーブリッジ出口の高速コーナー、タイヤのレベルを現時点最高まで上げてあるのにこのスライドっぷり。立ち上がりでとどめを刺すべく残りのロスを全部つきます。芝浦パーキングエリアの前で30キロまで到達。前方にアザーカー、でも車線と右側だったー。うわ、フルブレーキでドアンダー、壁すって思いっきり失速しちゃったし、調子に乗って飛ばすんじゃなかった。やっぱり普通のサーキットとは違った世界ですね。はぁ、少し釈然としませんが勝利。例によって前編なのでここまで、集中力も途切れてきたので帰りましょうか。はい、本日はここまで。相変わらず面白みのない作業を垂れ流してしまってますね。次回はデイブレイクの後編、夜明けのガーネット、そしてスカールバレット戦となりそうです。第2章の最後、その先には果たして何があるのか。というわけでこの先喋り続けても7分に到達する見込みがありませんので、潔く切ります。お疲れ様でした。